はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、12月の新ツム第2弾ホリデーツムの評価ってことで話していきたいと思います。お待たせしました。本当に待たせたと思う。あのね、スキル6の評価はすぐできたんですけど、スキル3とか4でもやっぱ検証したくて、サーバーアカウントの方でね、引くの手こずってしまったので、投稿が遅くなってしまいました。申し訳ありません。 で、ここにも書いてある通り、今年1の稼ぎ力となってますので、どっちのツムが稼ぐかっていうのはもう言わずもがななんですけど、最後までね、よかったら見てってください。で、性能評価の前に、ここ、一点注意点ですね。この粒たちは、あの、1ヶ月丸まれてるんじゃなくて、クリスマスの12月25日までとなってますので、他の粒よりも登場期間ちょっと短いので、もしね、ゲットしたい方は、登場期間に気をつけてガチャを引いてください。はい、じゃあまずはホリデースティッチの方から、 見ていきましょうスキルマックスでのスコアが3000万超えるくらいです。まあチャームってことでチェーンのつなぎやすさでタイムオムとか狙えてやっと3000万ってくらいなので正直特別強くはないです。一応ねこちらの方も見せるんですけどはいこちらのグラフというかまとめたのがこれ僕が全積むプレイして出した点数をまとめたものなんですけどまわ、あ、かりやすくねグラフにしたのがこちらです。 で、まあ、3000万超えるようなツムっていうのがまだ26体ほど、まあ、上にさらに40体ほどいるので、まあ、全体的なスコアで見ても、まあ、3000万はそんなにかなって感じですね。まあ、さらに言って良くて3000万なので、ホリディースティッチは。うん、まあ、スコア向きのツムではないです。で、コイン稼ぎ性能も正直低い方ですね。うん、チャームかつ、まあ、スキル中にツムが動く。 あの、ハムとかアナキン見てもらえればわかると思うんですけど、そんな感じで、まあ、ゲージの繰り越しができるから、スキルが回ってワンプレイの枚数はそこそこ。まあ、スキルマックスフルアイテムで僕が1万枚くらいかな。まあ、5、4のみでも7000とか8000とか行くときはあるので、まぁ、あ、ワンプレイの枚数はそこそこなんですけど、まあ、消去量自体が少ないので、まあ、中央消去が26とか 7? で、でっかいボムとか出たとしても、10後半20消さないくらいか。なので、1回1回の消級量自体は、やっぱり少ないので、時間効率が悪いです。全然良くないので、コイン稼ぎとして使っていくのも、正直辛い。と思います。で、他のチャームと比べても、長所になるところっていうのが特にない。 で,すまあ、でっかいボム出したからってコイン稼ぎがめっちゃいいとか、そのボムがミッションに役に立つとかっていうわけでもないので、もう中途半端すぎるので、このツムは全体的な評価はかなり低い方です。スコアが取れるわけでもない、コイン稼ぎ向いてるわけでもない、まあチャームってところでただ使いやすいってところですね。 はいじゃあ次はホリデーティンクですね。スキルマックスのスコアは3000万以上ってなってきています。まあ良くて3000、さらに伸びる人はそこから上って感じです。タイムボム次第で伸びるので、行ってる人で4000万、5000万とか取ってたと思いますね。ただね、ワンフィーバーのスコアが低いので、やっぱボム巻き込まないとか、そのボム割りの時間込み。 ってなってくるので、ワンフィーバーの点数が少し低いですね。なので、点数取ってくのは少し厳しいです。僕やっててね、こんだけタイムバー出してるのに全然点数伸びねえとか感じたので、うん、点数取るんだったらやっぱり別のツムでいいかな。マル系と比べると結構弱く感じちゃいます。コイン稼ぎ性能はこれもう優秀です。まあ最初にも言ったんですけど、 今年一の稼ぎ力ですね、この子は。はい、フィーバー中、マイツムはどこでも繋がるので、大消去が連発できます。まあ、おまけ効果ってやつだね。フィーバーに入るとおまけ効果で、まあ、ティンクが光って繋ぎやすくなるよって書いてあるんですけど、これもうね、繋ぎやすくなるじゃない。もう、どこでも繋がります。本当に無制限に繋がるので、まあ、マイツムタップして、もう、適当にぐるぐる回していれば、あの、全部繋がっていくので、 のすごく使いやすいです。で、流れ的には、まあ大消去3回でループさせながら稼ぐ。まあスキル3くらいから一応大消去3回できます。スキル6の効果時間あれば一応4回まで目指せるんですけど、だいたい3回すればね、ループ、スキルが溜まるので、まあ3回でいいかなって感じですね。で、その流れがね、ユキエルとかガストンと同じような仕組みですね。コイン稼ぎの流れとしては。 なので、もう本当にプレイの流れはここら辺と、ここら辺やってる人だったらね、まあ似たような感じだなって感じると思います。ただコインのね、マイナス補正 C があります。C っていうのが何かっていうと、こちらになるんですけど、えっとね、一応マイナス A とかが、じゃない、コイン補正ないのが30小去以上は12コインずつ増加するんですけど、このマイナス補正あるのは、ここの増加量が変化しています。 えっと、マイナス A というのが11コインずつ。まあ、ここら辺の積ですね。で、次がま、10コインと、だんだんずれてきます。その次がマイナスの C ってことで、まあ、ユキエルとか今回のホリデーティンクがま、9枚ずつ増えてるので、まあ、40十規模で219コイン。補正出したところは318コインなので、まあ、大体100枚マイナスですね。40消去模くらいは。 はいそんなところあるんだけど、まあ、マイナス補正かかってても、もちろん稼ぎます、まあ、ユキエル見てればわかるけどね。 なので、コイン稼ぎとしては非常に強いツムですね。で、ここにも書いてある通り、時間効率が非常に良い,いツムです。一応タイムモム狙おうと思えば狙えるんですけど、そんなことせずにひたすら大消去しとけば稼げますので、もうそっちの方がいいですね。次、上腕と鏡と似た使い方になるんですけど、個人的にはティンクの方が使いやすい。 です。ジョーンと鏡も舞い積む、マイツムまあ、ローバが、周りを、積む消すで、ローバがね、ちょっと離れたところでも繋がるんですよね。で、その大消去連発ができるんですけど、まあ、さっきも言ったけどね、ティンクはね、もうマイツムだったら無制限に繋がっていくので、こっちの方が断然使いやすいです、僕は。適当にぐるぐる回してれば、大消去できちゃうので。 ローマだとね、あの、ちょっと離れてると繋がんないっていうところもね、やっぱプレイしてて感じるので、僕はピンクの方がおすすめ。で、コイン稼ぎとしてはスキル3もしくは4以上あれば使えてきますね。まあ、もう動画投稿してるんですけど、スキル3でもそこそこいい効率出してますし、じゃね、スキル4も裏の方でちょっとやってみたので、まあ、それ見てもかなりいい方でした。 で、プレイの流れは、これちょっとね、スキル4の動画なんですけど、まあ見てください。まあひたすら大消去するだけなんですけどね。はい。毎ムスキル溜まったら、毎ムをひたすらぐるっと回します。はい、ぐるっと36、ぐるっとはい42。もうとりあえず毎ム見て、どんどん繋げていきますね。毎ム見てぐるっと。 まあいつ、ああ、これはフィーバー切れたからちょっと繋がんなかったけど。でもまあいつもセットした後はもう上の方ぐるっと回しちゃうと、どんどんいけるんですね。で、サブツムがちょっと邪魔になるので、この大消去した後にサブツム消せるようだったらなぞっちゃった方がいいです。まな,ぶな無駄なツムを消すみたいな。どっかでやってるかな。あ、これはい、今。 ドナルド3チンあったからドナルド消して、まあ、そのドナルドが1個でもねピンクになってくれれば周り巻き込んで大勝挙狙えるので、うん、ちょっとの無駄も、まあ、省いた方がプレイの流れとしてはいいですねで残ったマイツムをね先に触っておくとチェーンは結構やりやすいですこれちょっと今フィーバー切れてるんだけど34ああ今のところだね今のところ ちょっと戻すねはいここ34消去してここにピンクが1個残ってるんですよねちょっと文字被っちゃってるけどここのピンクをもう触りに行きますはいここ触ってるねここをもうタップしとけばあとは指をどっかスライドするだけなのでわざわざ触る必要がないんだよね他の ツムをタタッッププしたとか5タップってもうここから落ちてくるツム見てぐるぐるぐるーっと回せば早めに40消去とか、まあ、3十後半できてくるのでうんまあちょっとしたテクニックだねはい触ってぐるっと回すはいっとこのプレイがね、まあ、スキル4なんですけど7700枚とかいったかな結構良かったですマイムの振りも良かったからね これはもうこっちからかな左。あ、右から行ったわ。35。39。で、フィーバーガイは適当にタイムボムとか狙ってるかもしれない。<laughs> あ、ここ触ってたね、今。はい。はい、ここで5900。スキル3での最高がね、まあ、上げた動画で6000枚とかだったんだけど、やっぱり、 うん、効果時間も安定して、基本的にはもう間に合ってるので、うん、だいたい6000枚は超えてたね。はい、7000。はい、ここの今、邪魔なサブツムを消して、あ、ここちょっとミスってるけど、<laughs> ボムもなくなっちゃったし、ま、あそれでもね、7000後半だから、あと一回いけるかな。はい、7700。っていう感じでプレイしてました。 で、もう一個見せるんですけど、ま、あこの表は僕がやってるね、30分効率と、ま、あ今回は1分効率の方なんですけど、ま、あ30分やって稼げたコイン数を時間で割って1分効率を求めたやつ。で、今載せてるのはこれ、今年のツムですね。2021年に登場したツムで、まあ、30分やって、 ま、誰が一番効率良かったのかっていうのをまとめたんですけど、ま、大体30体くらいもっといたんですけど、下の方はちょっと省いてます。で、見ると、ホリデーティングが1番になりましたね。スキル6、ま、ジョーンの鏡とほぼ一緒です。1分で20枚差なので、ほぼ一緒なんですけど、ま、ギリギリホリデーティングが1番です。なんで今年1ですね。 で、下見ていくと、エージェント P サムライ大将が来て、スモールワールドリドル。で、パレアリコブラスタイリッシュ。うん、リドルはね、もしかしたら54なしの方が上がるかなとは思うんですけど、まあ一応はこのくらいですね。で、このね、10番からね、少し差が出ますね。ここまで2100、1分あたり、ここ。で、次がね、1960なんで、150枚ほど差が出てるので、うん、ちょっと効率としては、 悪くなってきますね。グリム以降。悪ミピートか。ピート以降だね。ジャングルクルーズ、ロッツ、ラ、ラーやロキー。で、下見ていくとルシファ、シャイニング、ラプンツェル、カブト、ドナルド。多分漏れはないと思うんですけど、もし漏れがいたら教えてください。あと、まあ、これ以降は、まあ、他にもね、いろんなツム検証してますけど、これ以下になってますので。うん。一応ね、僕が見た中では、この順番だったかな。 なんで、一応ね、スタイリッシュクレラまでが、まあ非常に効率がいいツムかなと思います。で一番ね、右側の数字が、まあ全体での順位ですね。まあこっちの方を見ていただけるとわかるんですけど、はい。はい、こっちが全体順位ですね。まあ1位がガストン、その次ユキエル、アナキン、ジェダイと来てるんですけど、まあその中でホレディティンクが13番に踊り出てるので、本当に全体で見てもかなり強いツムです、ここは。 周り見ても、魔女とかはいるからね。まあ、魔女強いんだけどね。なんでこんな話題にならないんだろう。で、もう一個ね。まあ、これはね、スキル6で見てるので、あの、スキル4とか3でやったツムもいるので、そちらの方も少しまとめてあります。 で、見てるとね、スキル同じ4でやると、一応、ジョアンの鏡の方が上になってます。ただ1分で3枚の差なので、ほぼ一緒ですね。うん、スキル4で見ると、ま、あほぼ一緒。まあ、6で見ても一緒か。まあ、全体的に見て、ジョアンの鏡とホルデーティンクは一緒ぐらいの性能ですね。で、リトルのスキル3が1600で、エージェント P スキル44。 エージェントピート・コブラが4で1500なので、まあ、リドルはスキル4になればもうちょい上がるかなと思うけど、まあホリデー・ティンク、ジョアンと鏡には追いつけないかなとは思ってます。ただ、ジョアンド・鏡はスキル1からでも、まあ、使いやすいというか使える性能なので、スキル1から3だとジョアンド・鏡の方が上になりますね。で、4でホリデー・ティンクが追いついて、まあ、4、5、6とほぼ一緒の性能という感じになりますね。 ただ、あのー、ティンクの方でも言ったんだけど、まあ、ジョーン・タカガミとティンク比べると、個人的にはやっぱりティンクの方が使いやすいので、一番最初に言った、まあ、今年、一コイン稼ぎできるのはホリデーティンクだと思ってます。 はいじゃあ今日の動画はこれで終わりですね。で、もう一度言っとくんですけど、この2体、ホリデースティッチとホリデーティンクに関しては、12月25日の23時59分までとなってますので、登場期間がね、ちょっと違いますので、えー、ゲットしたい方は、あのー、期間に気をつけてガチャの方を引いてみてください。では、皆さんどうもありがとうございました。バイバイ。